ートになるようです。やっぱ人工の力を使って登るってすごいね。あっという間にこんな景色が見れるんだ。今日は八海山日帰り登山に行っていきたいと思います。それでは今も多いので気をつけて行ってきます。登りも中間地点、登り切ると薬師岳山頂8合目。よし、頑張ろう。はい、鎖間にやってきました。これを登り切ると薬師岳山頂のようですね。せっかくなので鐘を鳴らしたいと思います。
いい音です。薬師岳の山頂から見える景色最高ですね。やばいのが見えてきました。これだ、八海山やばい。これから八海山の8つの山を登っていきたいと思います。まずあれが八海山です。これから登る八海山八ツ峰コースは上級者向けです。初心者は地蔵岳と不動岳までがおすすめです。その先からは危険地帯のため雷雨や強風時は通行止めになります。迂回ルートもあるので無理はしないで登りましょう。はい、それでは八海山に登ってきます。登れるかな。こっちが迂回路で、こっちが八ツ峰登っていきます。行ってきます。八海山の八ツ峰の第1番ですね。次もキレキレですね。キレキレの八海山です。
くるって回った方がいい。うん。ねえ、もう八海山やばいです。七葉岳の登りが結構えぐいですね。また登ってきますね。ここが七葉岳ですかね。生きて帰れんのかな、これ。生きて帰らなきゃ。天狗になった気分ですね。この眺めはやばいです。白川岳です。わ、近づけば近づくほどやばい山ですね。はい、やっと巻き道に合流しました。このまま帰りたいです。もう帰りたい。次の山がありますね。ここ登っていくんだね。はしごは全然平気。
もう絶対怖い。ほぼ垂直の90度です。ゆっくりゆっくり。あ、やったね。お疲れさん。あ、とりあえずここまでって感じだね。うん、はい、ここ鵜飼路と合流しますね。そうだよね、帰りはこっちだね。いやー、きつかったよ。すごい来てたね。越後国の畑が世界です、ね。今日の山飯はコンビニで買った三色弁当です。
開始したいと思います。ロープウェイの最終時間が16時になります。16時に間に合うように下山したいと思います。じゃあ帰りはこれだね。迂回ルートで入っていきます。ここから迂回路に行きたいと思います。はい、戻ってきました。乗り場まで帰りたいと思います。薬師岳です。薬師岳さよならです。乗り場ですね。あそこまで頑張ります。癒される道ですね。池がありますね。四合半に来ました。はい、じゃあここから約25分ほどでロープウェイ乗り場です。
ロープウェイに乗りたいと思います。山だよね。